が下でっていうね、男性が右手が下っていうふうに。ああ、違う、ここね、右手が下っていうふうに。这个是你的手啊，这个是女人是右手在。男左女右。ほら、中国語と日本語はそうだよ。男は左、女は右。だから右は中、外。指里边的手，指里边的手。男左女右，女的右手。女的右手，中。男的左手。男は逆。女性が右が下。女性は右側里边、嗯、女对男理由は何か、有什么原因怎么来的、这个讲起来很复杂これ話しするととても複雑これ一本书あのこの本書くくらいの学問がある它跟古代的阴阳古代の陰と陽関係阴阳经络理论有关系、あと経絡が全部関係ある、你的经络它要 阴阳相合但是呢你看很多也有不同的流派有不同的说法あの流派違うと違うの説も出てきます你听有的流派它是女的是这样的でも他の流派が多分逆に前台湾でした時は女性が左手他说他在台湾学的时候说是女的是对对所以他有的不同的但是大多数是这样的でも中国は大体この形而且经过我们几十年的研究反复试验包括男士、女士的反复实验，这种比较。何年何十年の研究によると、やっぱり女は右の腰の方がいいって結果的にね。这个是根据你自己的长期你实践就会觉得啊。長くすれば自分が感じるらしい。これ。刚才有个人说他们身体发热了。发热。站桩那个呼吸是腹部呼吸。你看提的都很专业站桩呼吸有很多种我刚才没有专门讲呼吸就是让你自然呼吸不用管它但是还有专门这要是专门的要是站桩课程那就讲我在中国讲站桩课程讲了60次课60回的站桩がね60回話しましただから呼吸法結構細かくありますので比如说其中就有两节专门训练腹式呼吸2つはね呼吸式腹式呼吸法で它有顺腹式呼吸比如说吸气鼓肚子吸う時はお腹大きく叫顺腹式これは呼吸是收腹你看これは顺腹式就吸气你看吸鼓呼收这叫顺腹式呼吸啊、对顺还有逆腹式呼吸就是吸气收腹这叫逆腹式呼吸这要专门的训练讲这个呼吸要专门讲四五个小时啊这个是个有この両方あるから他们问就是说那是用到底用这个逆式的还是用顺式的各有作用在不同的阶段都有作用もう違うの段階でねやっぱり効果でも出るから但是太极的时候用的是也有一开始你们站桩就用自然呼吸最初は自然の呼吸法体はねまだ慣れてない時呼吸法考えたら緊張しちゃうから最初は自然の呼吸法慣れたら逆にね就像练太极拳很多老师告诉你自然呼吸先不管它先自然呼吸。呼吸の時、最初も自然の呼吸法して、呼吸法乱れになったらいけません。然后第二个阶段叫全式呼吸。第二段階に行くぞ。全式呼吸。天の。就配合着，你看啊，吸气，呼气，吸气，吸的，呼气，これ合わせるね、動作合わせる。但一开始你可以不用管他自己。最初は自然に合わせてくれる。也可以反过来逆腹式。你看，呼气、吸气，跟刚才是反的。これ難しい。对，一般的比较就是吸气、呼气。太极拳的时候都是用鼻子还是？都有，你可以。やっぱりいろんな形、流派によって全然違うんですね。一般的呢就是鼻吸口呼。
普通は康熙はね話すで口から出す。但你也可以鼻吸鼻呼，你看。でも今はね、もう鼻だけの。比较常用的是鼻吸口呼。啊，よく使うのは結構話すで口から出すの結構。就是比较自然，他有些专门训练，你要训练你的呼吸，就是不用嘴，用鼻子要细匀伸长，这样，但是不可能完全不用嘴。あの完璧に口使わないのはなかなか難しい。時々やっぱ口開けるね。でもね、鼻だけ、するのはゆっくり長く鼻だけ。口開けるとちょっと乱れになるから。だから鼻だけは練習にはする。因为随着你运动的加深，它的呼吸会越来越细匀伸长，嘴会即使用鼻子为主，嘴也会辅助。やっぱりどんどん練習していくと、この呼吸がね、深く均等に動く。でもその時鼻が忙しくて、やっぱり口は助けに来るらしい。時々にちょっと開けてしまうから。你不要说，就用鼻子把嘴憋住。哦，这不行。意味分かった。ね、鼻だけする時々がね、もう結局気が止まってしまう。その時口ふわっと開けて、それが気が乱れになります。就是他很両方でも自然になれば、自然決まりがありません。自然に出るから、口出てもいいし、鼻出てもいいし、自然に。はい、次の質問。还有什么问题？早くよ、もう時間よ。さっきこのやった時に中からの気はものすごく感じて、バンバンするほど感じて、押される部分ぐらいあったんですけど、外があんまり感じない。他说他往内压的时候，中に入る時、内压的时候，他感觉到气压不进去。但是出去的时候，怎么很容易手就出去了，就没感到外面的气。出去的时候，你再慢一点，他就感觉到慢一点，就张开一点。やっぱり、ゆっくり行く、想像して。因为你里边有气吧，它会往外膨胀，膨胀你一放气啊就过去了。中の気が多すぎると、不要让它慢着点。手がね、手が浮いてる。外の気と中の気は均等ではないから。だから中の気が充実こうしてるから。だから外行くときは簡単、中行くときが気がある。这是你的气慢慢慢慢膨胀，不要啊丢掉了。これはもう捨てたって感じね、なくなったって感じはダメ。ゆっくり保つね、外の気と中の気ちゃんと保つ、均等にしていたら一番いい。还都不错，大家都能感觉到气。我刚才看调的每个人还都。さき先生、皆さんに調整して、皆さん結構よくできましたって、気も感じて、もう本当に素晴らしいって褒められたよ。今日褒められてばっかりよ。一直被你夸奖。まあね、今日来てよかったね。他比较自然、自然就很好。やっぱ自然がね、皆さんとても自然にできてるからとても良かった。这说明你们跟小一老师学的不错。私はね、一緒に勉強してよかったって。还有什么问题？任何问题啊？すべての問題、何でもいいから。まあね、はい。レベルの低い、他说他的水平很低的问题。太極拳も站桩も毎日やらなくても大丈夫です。每天都必须练吗？如果有条件，最好坚持连续不断，不一定绝对每天都练，但是你不要好几天不练。できるだけね、やっぱり続けて毎日ちょっとして、でも必ず毎日練習するってことない。でも何日やっぱり練習しないといけない。你比如说今天有特殊的事情，从早上起来到晚上一直这个没时间练没关系，但你明天再练补回来，后天你不要你连着一星期总不能都一点空没有吧？やっぱね、今日忙しかったら明日はちょっと今日の分はちょっと練習するね。一週間になったらもうダメね。私一週間一回だから。坚持不断，坚持不断。坚持不断，不断不断提高。やっぱり続けるとアップしていくから。这个是一年，一年。一年。但中间某一天没练就忽略不计了，这里边还是连续的。但是如果你有一个月不练，这个地方就是断开了。明白吧？这一个月没练就断开了。
やっぱり1ヶ月練習しなかったらもうここは来てしまうからね。これは1年の練習。但是如果你要是一天没练，还是连续的。1日練習しなかったら繋がってるよ。连续不断，连续。我反正是每天都练。あの毎日やってるらしい。即使在日本这几天，我每天临睡前还打坐站桩来练。后你今我在你的二楼小屋都练，真的。やっぱり夜はやっぱり站桩とか座禅とかやっぱりちょっとやっぱ動いてます。我到世界各地，都每天都练。あの世界のどこの国いてもやっぱり毎日やっぱり練習してますね。だからまあ体育拳じゃなくてね、桩だけね。不用打太极就。站桩练太极都练太极，哪怕你就练一个云手，我这地方不大，就练个云手都可以啊。练个啊，这个你看孙氏太极拳的不断的这个都可以。場所小さいじゃない家だから大きな動くじゃなくて、同じ場所で云手とかね、ほら何でもいいから腰動いて動けばいいんです。你练个开合起，开合，还推，合わせるとか推都可以。押すとか、もう何でもいい。体育の動作でこんな小さい範囲中で座ってやれば、やっぱり全然違う。不一定一练就是一个套路，你也可以几次都。あの套路で全部ね、は42個とか99個でなくて、1、2、3でもいいし。もう本当短く短くちょっとだけ覚えてるのだけやれば。你们一定要坚持不断，坚持不断就才能使自己保持这个太极的状态。あの続けて普段ね、切ったらいけません。体力状態は永遠だからずっと続けて続けてることは一番大事。有时候一天两天没练没关系。一日二日練習しなかったら大丈夫。私は1週間よね。一上课自己回去练呢，每天。あ、ほら、一回のレッスンだけ大丈夫。家で帰って練習しなさい。你来上课是跟小一老师学习，这叫学习。你自己回去那叫练习。私も本当に思います。こっち来た時は学習、勉強、ね、勉強よ。練習のために来たじゃない。だからいつも練習したい練習したいじゃなくて、練習は家で練習しなさい。ここ来たら先生の話聞いて、先生を教えることはよく頭の中にね、やっぱ勉強と練習が違うからね。跟老师学习就是我刚才讲的那个要领啊，这个要领就是你学习要正确，你自己回去练习就是找自己的状态，就随物复形，一开始就找到你自己的那个状态，这个老师代替不了你。それは先生を教えるときは、さっき先生みたいにね、黒板を書いて、理論は皆さんが教えて、でも本当の練習は自分の家書いて、自分の状態、あ、自分どんなことをして、先生、ね、勉強したのものを自分の体の中に実験してから、一番いい状態を探すのは、実は家での練習です。ここではない。ここはただ勉強入るだけ。就是好好学习，不断练习。好好学习ね。もう頑張ってやっぱり勉強。でもね、練習はやっぱりずっと続けること大事。ね。这个要坚持不断，坚持不断。坚持不断。他们有去过三亚的吗？三亚いた人手挙げてください。哎，那个三亚大会，开幕式上我讲话，我讲。开幕式がね、スピーチしてたね。你们应该看我讲话，我讲的一句重要的话就是我祝贺所有练太极拳的人，和太极这一生和太极结缘是一个特别幸福的事情。それ覚えてるよ。先生がね、太极拳と縁がつながることは一生の幸せです。所以我那讲话我说恭喜大家，这一辈子和太极结缘是一个幸福的事。皆さんおめでとうございます。おめでとうです。なぜかあなた太極拳と出会ったから。因为太极拳你只要练习，它是永远不会背叛你的最忠诚的朋友。太极拳はいつでも裏切りはしません。一番あなたに大事な友達です。他是你的好朋友，只要练习就有效果。練習すればどんどんいい友達になる効果が出ます。我在中国认识一个，也是一个女士，养狗，一个女士。中国の女性知り合い、ワンちゃんは飼ってます。她很喜欢她那个狗。とてもワンちゃんが好きでたまらない。她说
就有两个东西不用最忠诚我不背叛我一个狗一个太极拳自分の一生の中に私は裏切りしないのはワンちゃんと太極拳因为他练太极拳就一定会给他好处太极拳すれば体は健康になるあとワンちゃんは裏切りはしません还有什么问题はいもう時間がないから早く、うん、はい站桩有时间要求一般的你每次最好别少于十分钟。大爷吃饭前吃饭后。这个时间，饭前饭后半小时。やっぱりご飯食べる前の半30分ちゃんとあげてね。それで站桩して。还有你的情绪特别激动的时候，比如你正生了一个气，一个什么事情，不要站。腹立ってる時とか興奮してる時はもうしなくていい逆に気が乱れになるからね、あとは10分私たちのレベルはもう10分間ぐらいでまあ、スタートよね站桩对治疗这个失眠特别有好处寝れない方失眠の方がねとても良くなります还有这个抑郁有些抑郁あとはうつの方もとてもいいです因为它锻炼你的神经精神がねすごく明るくどんどん生き生きになりますはい。じゃあ夜するのがいいんですか晚上可以站吗可以夜は全然大丈夫だからもうほらよく寝れるからこうして寝れない人はこうしてから寝るんですよすぐ寝れるすぐ寝れます那个站桩为什么锻炼神经有些人睡眠不好站了一段时间很好睡眠就因为你站桩的时候你是给自己你发现一个自己一个特别稳定的守神嘛独立守神是神守心を守る自分の心を守るねやっぱり站桩してから自分すごくいい状態気持ちいい状態になるからだからリラックスしてからすぐ寝れます因为我们平时都是在消耗能量人走在这街上啊看这儿这一个事儿他的能量哗哗都是往外毎日私たちのエネルギーがどんどん出てるのよ消耗してるのよ站桩是让你自己找着你自己站桩はやっぱりエネルギー中に保つのものですから这个人为什么活着就是因为有神人間なぜ生きてるのは心があるから神如果人 一去世的时候他就神没 了人間死の時が心が抜けていくから所以站桩就是守神だから站桩は心を守るね守神对站桩は守神守神はね守ったら死のことはないよね守住了就不死了啊对守住啊他就可以意味はもう長寿ね命は長くなるから神が飛んだらもう人間が終わり这个人是一个人体然后神是住在里边的就是身为神舍 身为神舍舍就是房子嘛你的家身体为神的舍体は神の住む場所と言います私の体は、ね、神の住む場所练太极拳也是守神你看所有的练太极拳都是守神太极拳の全ての動作全部神を守るの動作です所以练太极拳你可以你越练你的神采越足神气越足精神越旺盛やっぱり太極拳練習するとエネルギーはどん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 出てくるそしたら元気になる这种精神旺盛不是散在外的不是它是很沉稳很沉静的こういうの元気がねこんな興奮する外のものじゃなくて中の強さ心の強さ所以我在美国做讲座的时候他们有人问我什么是太极拳我当时说我说太极拳是培养东方的贵族的最好的方式东方是贵族西洋いた時はね体育拳なぜ体育拳練習するのって彼先生答えは体育拳は東北アジア全部東北ねの貴族育つのものです所以他的修养有很有神但是有很受得住この教養がものすごく高級な人間のそういう気質を育ててくれます貴族よ皆さん贵族贵族都是贵族すごいすごい
ごい、本当素晴らしい。ね、こんな講座聞いたら。練太极会让你越来越自信。やっぱり自信がどんどん出てくるから、体育拳勉強すると。もう時間になりました。はい、じゃあ皆さん立って先生に感謝。はい、じゃあ礼。ありがとうございます。谢谢老师。好，谢谢，谢谢。はいはい、ちょっと待って、教会から少しだけお土産。好，谢谢谢谢谢谢。因为我们是无盈利团体，大家收的钱一小点。这个就不用了。这个一定要。这个这个你可以买，我的几本书送给大家。我的ちょっと足りない。このお金がね、本買って皆さんに配ってください。先生の本ね、先生の本。本当先生の本はね、やっぱ日本語じゃないからね。うちの旦那様は本当に一生懸命翻訳してたけど、あとこのくらいかなってきたら皆さんに。他说你的书都是中文的，看不懂。也有日本的，有翻译的。那个谁，那个古森先生，古森先生正在翻译。翻译我的书就翻译完了，可以讲。出版は待ってくださいね。そうですね。OK OK。好，じゃあ今日は終わりました。はい、さようなら。はい、じゃあ皆さん。感受啊，感受啊。前我学的就是我刚刚学的。啊，他说你原来上次见到的又变年轻了。是吧？好，谢谢谢谢。还有何干何干的哇？那你可感受？素晴らしかったです。他说非常快乐。大家慢慢去练习，会越来越。好，学过这个。照相。